日本におけるリースとは、リース会社が企業などが選択した機械設備等を購入し、その企業に対してその物件を比較的長期にわたり賃貸する取引を言う。リース対象物件は中古、新品を問わないが、多くの場合新品物件をリース会社が借りて企業の代わりに購入した後、貸し出す。物品の所有権はリース会社にあるが、企業は 自社で購入した場合とほぼ同様にして物件を使用することができるため設備投資の手段として広く普及している。について述べている。総論としてのリースはリースを参照のこと。高度経済成長期の1963年に日本初の総合リース企業が誕生して以降、リース産業は日本経済に広く浸透。1991年度には 歴代最高の取扱い高8兆8016億円を記録した。2008年にリーズメリット検証する会計基準が施行されたことで取扱い高が激減し、2010年度の取扱い高は4兆553億円となっている。取扱い高の前年同月比マイナスが続いていたリース業界だが2011年11月は 東日本大震災の復興需要により、前年同月比二二十点五パーセントの伸びを記録、復興需要が本格的に出てくるのはまだ先であることから、今後しばらくは取扱い高の回復が見込まれる。近年のリース産業の低迷を受け、リース業界では再編が進んでおり、二千七年にはダイヤモンドリースと UFJ セントラルリースが合併し、三菱 UFJ リースが 三井住友銀リースと重賞リースが合併し、三井住友ファイナンスリースが誕生。続いて2008年に共同リースと三井リース事業が合併し、JA 三井リースが誕生。2009年にはセンチュリーリーシングシステムと東京リースが合併し、東京センチュリーが誕生する、等、大型の企業再編が進んだ。 リース会社の規模については口述の各社業績等を参照のこと。総合リース業はサービス業の物品賃貸業に分類されていたが、2007年11月改定の日本標準産業分類で不動産業の大分類に物品賃貸業が追加され、現在は不動産業、物品賃貸業の物品賃貸業に分類されている。会計上の定義は、 企業会計基準委員会によるリース取引に関する会計基準及び同仲会同意見書によって税法上の定義は法人税法及び同法施行令同法基本通達によって定められている。それぞれ詳細は口述の会計上のリース処理、税法上のリースを参照のこと。リースはファイナンスリース契約とオペレーティングリース契約に対別される。ファイナンスリースは 文字通り設備機器導入を目的とした資金調達手段の一つとして金融色が強い契約でありノンキャンセラブルとフルペイアウトの二条件を満たすものを言う。リース契約ではほとんどの場合物件を借りている企業がリース期間が終了する前に解約するとリース会社に違約金を支払う契約になっており中途解約した場合でもリース終了まで借りるケースより 総支払額が安くなることはない。このため、中途解約禁止条項がない場合でも、事実上途中解約が不可能であるとみなされ、上述の通りファイナンスリースに分類されることとなる。一方、オペレーティングリースは、リース期間終了後の残存価格を設定したり、中途解約が可能である、等、賃貸借色が強い契約である。日本ではリースというと、 主にファイナンスリースを指していたが、2008年の新リース会計基準適用により、ファイナンスリースのオフバランス処理が原則禁止されたことから、中古品市場が発達しており、残価設定が容易な物件を中心に、オフバランス処理が可能とされている、オペレーティングリースの利用が増加している。リース期間の設定は、オペレーティングリースの場合特段の定めなく自由に、設定できる。 一方、ファイナンスリースの場合、日本では、税法上所有権2点リースと判定されると、リースメリットが薄れることから、判定条件のうちの一つである、短期リースに当てはまらない、リース期間設定をする場合がほとんどである。当初契約のリース期間に達した場合には、元のリース設定額よりも廉価で再リース契約を、締結をすることにより、1年ごとの更新が可能である。また、 借りて企業が借りていたリース物件を買い取ることができる契約もある。物件の所有者はリース会社であるため、固定資産税納付や、原価償却費の計算、計上、動産総合保険料の支払いはリース会社が行う。また、リース取引もリース会社にとっては銀行にとっての融資と同じであるため、担保を取らないことが多い分より厳しい審査がある。リース料総額は、 以下のような構成となっている。オペレーティングリースの中で物件の残価設定を行うものはここから残価金額分をマイナスする。リース契約は金融色が強い契約であるが銀行から融資を受ける場合と異なり、リース量は単純に金利で比較できない。これはリース会社によって動産総合保険保険のコストが異なるためで金利が安いとしても必ずしも リース料が安くなるとは限らない。そこで、リース料水準の比較には、リース料率というものが利用されている。リース料率の算定式は、以下の通り。100万円の物件を月額リース一18,500円で、リースした場合のリース料率は1.85%となる。リースメリットを記載した後、ただしという形でデメリットを記載する。 費用の平準化が可能費用の平準化が可能早期の、費用化が可能早期の費用化が可能購入時の、キャッシュアウトを抑えられる、一定条件下で、オフバランス処理が可能。事務省力化銀行の融資枠を温存できる日本に、リースと呼ばれる、この手法が上陸したのは、高度経済成長期の1963年、日本リースインターナショナル設立による、 この頃日本は1950年代半ばから1973年のオイルショックまでとされる高度経済成長期にあり、企業は生産性向上や競争力強化のための設備近代化の必要に迫られていた。そのような中で、設備投資のための資金調達手段としてリースというものが米国からもたらされた。このリースに対する日本産業界からの期待の大きさは、 日本で最初のリース会社である日本リースインターナショナルの設立時のメンバーが早々たる面々であったことからも伺い知ることができる。当時は現在のように税務上も会計上も特に取り決めがなくリース資産として対借対象表上にも乗らず実質的に負債であるリース債務は賃対借取引のため有価証券報告書には掲載されず 同程度の借り入れを行って、設備投資をするより、はるかに決算書の見栄えが良くなると、様々なメリットに支えられ、リース市場は、リースに関する初めての規制である、国税庁長官通達、リース取引にかかる、法人税及び、所得税の取扱いについて、以下、昭和53年リース通達が出されるまでの15年間で、リース取扱額が1兆円を超える、 大きな市場となった。リース業が発展するに従い商品にも工夫が凝らされるようになる。その中でも当時最ももてはやされたのが短期リースであった。これは高度経済成長期で大幅な利益を計上していた日本企業にとって非常にメリットのあるものであり、概要でも述べた通り、リースはリース期間を短くすることにより早期消却の効果が得られる。また、 早期に費用化されるそのすべてにおいて、当時は損金参入することが認められていたため、極端にリース期間を短くすることにより、長短期で費用化し損金処理することで大幅な節税メリットを享受することが可能であった。しかし、リース業界が1978年に取扱い高1兆円を超える大きな産業になり、この短期リースが税収に影響を与えるようになるにつれ、 この巨額の節税効果は問題視されるようになる。そこで、この問題に対応するために、国税庁により、昭和53年リース通達が出され、法定対応年数の70%を下回る、期間でリースを行った場合、現在の所有権移転リースと同様の処理を行わなければならなくなった。これにより、極端な短期リースによる大幅な節税メリットの消滅が図られた。 昭和五十三年リース通達により、極端にリース期間が短い場合の課税上の問題点は少なくなった。これにより借り手側の行き過ぎた節税行為は是正されたが、今度は新たなリースを利用した節税手段として、レバレッジドリースが問題となる。簡単に述べると、レバレッジドリースとは、リース会社の仲介により、企業数社が共同して百億円以上もする巨額の 物件を購入し借りて企業にリースする。すると、格闘資家企業は、小学の出資で大型の焼却物件を所有したと同等の、焼却メリットが享受でき、大幅な節税ができるというもの。もちろん、原価焼却費だけでなく、リースすることによる利益も計上することになるため、普通にリースすれば節税どころか利益が増えて、納税額が増える。そこで考えられたのが、 リース期間を超長,長期にするというもの。この場合リース料収入よりも定率法で減価償却した減価償却費の方がはるかに多くなるため節税メリットを享受できる。このレバレッジドリースによる節税で最も理想的なのはリース期間の前半に本業で多大な利益を上げている企業。逆に利益もないのにこのレバレッジドリースを利用すると無駄に費用がかさみ、 節税効果がないどころか本業をも圧迫することになる。当時はバブル待った田中の時代であり、柴叩く間に各社がこのレバレッジドリースによる節税商品に飛びついたため、短期リースに続き再度税収に影響するようになり、リース期間が法定対応年数の120%を超えるものの賃貸借処理を認めないとした昭和63年リース通達によって規制される。 こととなった。2008年の新リース会計基準実施に合わせて行われた税制改正により、現在は税法上のリース期間上限規定は撤廃されているが、これは2005年の税制改正において、デバレッジドリース損金処理額が制限され、長長期のリースを行った場合のメリットが消滅していたためである。税法上のリースに関する規定は、 昭和53年リース通達、昭和63年リース通達で一応整備され、これが現在の税法上の規定のもとになっている。だが、昭和63年の時点でもリース会計に関する規定はなく、財務書表上ではリース取引をどのように記載するかのルールがない状況であった。当然のことながら、当時のリース取引は実質、売買と変わらない。 リース取引であろうが、賃貸借処理であるし、企業が利用するリース資産がどれだけあるのかを貸借、対象表に記載する必要もなかった。貸借対象表にリース資産保有額を記載する必要性も感じられていなかったとも言える。しかし、このリース資産保有額が貸借対象表に載っていないことの危険性を顕著にした事件が起こった。その事件とは、参考規制の倒産である。 参考汽船はタンカーの運航などの海運事業を行っていた会社で運営タンカー潜伏量1221万総トン、世界のタンカー潜伏量の約4%を占める世界最大のタンカー運航企業であった。しかし、2度の石油ショックや世界的な海運不況の中、同社のタンカー事業は巨額の損失を計上するように、 なり、1983年の3月期には330億円の赤字となるなど、経営の危機に立たされていた。参考汽船は、同社が運航している250席のうち113席がタンカーであり、このタンカー依存体質が巨額の赤字を生み出していたのである。そこで、参考汽船はタンカーを売却し、代わりに、新型の小型バラ積み貨物1125席を、 商社とのリース契約によって大量投入、体質改善を行うという再建計画を発表した。しかし、1984年3月期には550億円、1985年3月期には700億円の赤字を出すなど業績は悪化する一方であった。そして皮肉なことに、この時期になって完成した新造船の養成債務が加わり、 さらに経営は苦しくなっていったのである。このような状況を受けて、参考規線の主取引銀行である、大和銀行、純資力の日本長期信用銀行、東海銀行は同社への追加融資に応じない、方針を決定した。資金援助の望みを絶たれた参考規線は1985年8月13日、神戸地裁に会社構成法適用を申請。 五千億円にもなる多額の負債を抱えた歴史上最大規模の倒産となったのである。参考規制は当時国務大臣であった川本俊夫が事実上のオーナーを務める企業であったことから川本は参考規制倒産の責任を取って国務大臣を辞任。参考規制の倒産は政治にも影響を及ぼした事件であった。上述の過程で 参考汽船は倒産したわけであるが、これが、なぜ、リース資産保有額が貸借対象表に載っていない、ことの危険性を顕著にした事件だと言えるのか。それは、参考汽船が大量投入した小型バラズミ貨物船が、リースによって調達されたものであったからである。参考汽船が倒産した際、帳簿上の負債総額は5000億円であったが、帳簿に載っていない。 要船量債務が5000億円に上っていた。この要船量債務は財務書表には記載されていないため、一般の投資家が参考期限に合計1兆円もの負債があることを知ったのは倒産した後だったのである。この表面的な負債総額に匹敵するほどの実質的な母外債務の金額が大きかったことが大きな社会的問題として取り沙汰される。 設備投資をする際に資産をリースによって調達すると、所有権はリース会社にあるので、リースを利用する側の貸借対象表には、リース資産は記載されない。また、月々のリース料も支払った時点で費用として、計上するだけであって、不採ではない。もちろん経済的、実質的に、賃貸借取引であるリース契約の場合は上述の、内容は全く問題にならない。 参考規制の倒産で問題にされるようになったのは、方形式的には賃貸借取引であっても、経済的、実質的には売買であるとみなされるような、ファイナンスリース取引の場合である。このようなリースがオフバランスの取引であるとして問題視されたのは、大きく二つの点からであり、一つはリース契約による固定資産を使って生産活動を行った場合に、実態以上に、 資産効率がよく見えてしまうという点。もう一点は、将来にわたって決められた期間リース料を払うことになる、つまり将来にわたって企業が背負っている負債にも、かかわらず、貸借対象表のどこにも記載されていないという点。以上のような問題点は、参考期限が倒産した時に出てきたものではなく、以前から存在していた問題であるが、実害がなかったため特に議論されていなかった。 それが参考規制が帳簿上の負債5000億円と同額の母外負債5000億円を抱えて倒産したことによりリース契約に伴う将来債務が予想外の母外リスクになるとして問題視され出したのである。政府は1988年8月この問題に対応するために商法計算書類規則の改正を行いリース契約により使用する重要な資産は 中期しなければならない。ただし、資産の分に計上するものはこの限りではないという条文を追加した。しかし、あくまで中期であって、資産として対借対象表上に数値として計上した例はなかった。計算書類規則の改正は、中期を義務付けることによって、参考規選のような多額の負債がある可能性を、投資家が予測できないという問題を、一応は解決したが、 リースを利用のあるなしで決算書上の業績の見栄えが変わってしまうという問題の解決には効果がなかった。おおむねの問題が解決される2008年の新リース会計基準の実施までこの後20年もの月日を要することになる。参考期限の問題がきっかけとなって盛んになったオフバランス資産の問題に対する議論はリース会計基準の作成への動きへとなっていった。 1992年5月から企業会計審議会の第一部会及び同省委員会での議論が始まり関係業界等からのヒアリング論点の分析整理を経て1993年6月17日にリース取引に係る会計基準に関する意見書が公表されたこのリース会計基準で初めてファイナンスリース取引とオペレーティングリース取引が定義され ファイナンスリースのノンキャンセラブルフルペイアウトの2要件も明記された。そしてファイナンスリース取引について原則として通常の売買取引に準じて会計処理を行うとの規定が設けられた。つまりファイナンスリースで調達した資産は貸借対象表に計上しなければならずリース債務も負債として貸借対象表上計上することになる。しかし このリース会計基準では売買処理だけでなく、例外処理として、賃貸借処理を行うことも認めていた。ファイナンスリースのうち、リース契約上の諸条件に照らして、リース物件の所有権が貸し手に移転すると、認められるもの以外の取引については、通常の賃貸借取引に準じて、会計処理を行うことができるとし、リース物件の所有権が移転していることが明確に、 確認できる場合を除き、ファイナンスリース取引であってもその取引に関する、資産や負債の貸借対象表への形状を必ずしも強制しないこととし、通常の賃貸借処理を行うことを許容していた。ただ、このままでは、リース会計基準を作成した意味が薄れるため、賃貸借処理を行う場合には、一リース物件の取得価格、減価償却累計画及び期末残高、 2未経過リース料期末残高相当額。3当期の受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額。4利益相当額の算定方法の事項を財務諸表に中記することを義務付け、ファイナンスリース取引の内容を可視化するような定義がなされた。1993年にリース会計基準が作成され、 そこで決められた内容は個別財務諸表については1996年から連結財務諸表については1998年から完全実施された。しかし2003年にリース事業協会が調査した結果では所有権移転外ファイナンスリース取引で賃貸借処理を行っている企業は1051社中99.7%に当たる1048社と ほぼすべての企業が賃貸借処理を行っていた。このような実情から自社で資産を買うのと経済実態は変わらないにもかかわらず、中期をすることでリース資産を貸借対象表に計上せずに内容をスリムに見せることが許容されている現行のリース会計基準は見直すべきなのではないかという意見が起こってくるようになった。また、欧米では 例外処理であってもファイナンスリース取引を賃貸借処理できるような規定はなく国際的な基準に合わせるという意味でもこの例外処理規定を削除するべきなのではないかという議論が活発になったのであるリース業界の猛反発により議論は父として進まなかったが企業会計基準委員会はリース会計基準専門委員会を設置し2002年8月から リース会計基準の見直しについて議論をはじめ2004年3月に一度議論を中断したものの2005年12月に議論を再開し2006年7月のリース会計基準見直しの試案を公表を経て2008年4月からの新リース会計基準の実施にこぎつけている2011年3月現在ではリフアーズの導入検討に伴い リース会計の見直しが再度検討されており、オペレーティングリースも含めて全てオンバランス化する案が検討され、リースメリットがさらに薄れることになることから、産業界では警戒感が広がっている。会計上の定義は、企業会計基準委員会によるリース取引に関する会計基準及び同中会、同意検証によって定められており、リース取引とは、 特定の物件の所有者たる貸し手が、当該物件の借り手に対し、合意された期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借り手は合意された、使用料を貸し手に支払う取引を言うとされている。つまり、基準は、経済的実態がリース取引であるかどうかのみを問題にしており、取引の名称がリースというかどうかは関係ない。貸し手があり、借り手がおり、 特定の物件についての合意された契約があるということが会計基準の示すリースの本質であるから、身近な例で言えば、事務所の賃貸、社用者のごく短期間のレンタルなども上の定義を満たしているため、リース取引に含まれることになる。会計基準であるが、近年国際財務報告基準、以下イフアーズの導入が、世界中で急速に広がっており、2005年には、 欧州の多数の国々で強制適用されたほか、ロシア、中国、ブラジル等広く世界で採用されている。米国会計基準、日本会計基準も共にこの IFRS と基準を合わせることになっており、米国では2014年、日本では2015年の強制適用に向けて協議が行われている。この i f ー s におけるリースの定義は2008年から実施されている日本の 新リース会計基準と近いものとなっており、IFRS では、ファイナンスリースの解約不能期間の長さや、リース量総額の現在価値に関する数値基準が、設けられていないことを除けば、日本基準と IFRS の間に、大きな基準差はない。ただし、現在 IFRS イフアーズイスナンバーワン7の、見直し変更協議が行われており、将来的に IFRS と基準を統一する日本基準に関しても、 変更後の ifrzsnr17、no. の内容が踏襲される見込みであることから今後の動向に注意が必要である。以下では現行の2008年リース会計基準に基づく分類を記述していく。フローチャート会計上のファイナンスリースはノンキャンセラブルとフル、ペイアウトという2つの条件が同居する契約であるとされている。ノンキャンセラブルは 文字通り中途解約が禁止されている契約のことであり、概要で述べた通り、中途解約禁止条項がない場合でも、事実上途中解約が不可能な場合も含まれる。フルペイアウトの判定条件は2通りあり、いずれかを満たす場合ファイナンスリースとされる。リース量総額の現在価値が、リース物件購入金額の概ね90%以上であること解約不能のリース期間が、 リース物件の経済的対応年数のおおむね75%以上であることまた、ファイナンスリースはさらに2種類に分けられ、以下の条件のうち、いずれかに当てはまる場合は所有権移転ファイナンスリース、当てはまらない場合は所有権移転外ファイナンスリースとなる。リース物件の所有権が借り手に移転する条項がある。断りやす購入選択権がついており、その利用が確実と認められる。 こと特別使用物件であり、その対応年数にわたり借り手以外のものが利用することはないと認められること会計上のオペレーティングリースとはファイナンスリース以外のリース取引のことを言う。会計上のリース処理は基本的にリース取引に関する会計基準の適用指針を元に行う。しかし、以下の条件に当てはまらない企業において、 中小企業の会計に関する指針を選択することができる。主な違いは通常売買処理となる所有権移転外ファイナンスリースが中小企業の会計に関する指針では賃貸借処理が認められている点。特に注釈のない場合この項目ではリース取引に関する会計基準の適用指針を元にした会計処理について述べる。所有権移転ファイナンスリース 編集売買処理を行う。リース資産、債務の貸借対象表計上額は口述の所有権移転外ファイナンスリースにおける原則処理に同じ。所有権移転外ファイナンスリースのように勘弁処理は認められていない。リース資産の減価償却については、リース期間定額法は認められず、通常その資産を購入した場合の減価償却方法によって行う。また、 以下の場合は、賃貸借処理が認められる。所有権移転外ファイナンスリース、編集売買処理を行うが、以下の場合は、賃貸借処理が認められる。売買処理を行う場合、まずリース比率を求める。以下の計算式で求められるリース比率が10%以上の場合は原則処理を、それ以外の場合は勘弁処理が認められている。いずれの方法の場合もリース資産、リース債務を、 対借対象表上に計上し、リース資産はリース期間を対応年数として減価償却を行い、リース債務はリース料の支払いにより返済するものとして処理する。リース資産の会計上の減価償却方法は自由に選択できるが、税務上の減価償却方法がリース期間定額法のみとなっており、申告調整の手間を省く意味でもリース期間定額法が一般的。 原則処理リース資産、リース債務の額は、リース料総額の現在価値とリース会社の物件購入価格のいずれか少ない金額。支払いリース料は、元本相当額部分と、利息相当額部分に分解して処理し、元本相当額部分を、リース債務の返済額として、利息相当額部分を、支払い利息として処理する。元本相当額と、利息相当額の区別は、 管理均等返済方式によって計算するため、利息額が毎月異なり、非常に手間がかかる。勘弁処理1リース資産、リース債務は、リース料総額。現在価値にする必要もない。支払いリース料の分解も必要なく、支払いリース料イコール、リース債務返済額。ただし、利息部分もリース資産に含めるため、減価償却額が増える。勘弁処理2リース資産、 リース債務は原則処理と同じ。支払いリース量は元本相当額部分と利息相当額部分に分解して処理するが、原則処理と異なり利息相当額部分は一定となるため、計算の手間がかからない。オペレーティングリース、編集賃貸借処理を行うが、解約不能のリース期間に関する未経過リース量の中期を行う必要がある。 法人税法のリース取引の定義も会計上のリースの定義とほぼ同義で資産の賃貸借でノンキャンセラブルとフルペイアウトの要件を満たすものとなる。このフルペイアウトの判定基準を法人税法施行例ではリース量総額が物件取得価格の90%以上であることとなっており一見会計上のリースと完全な同一に見えるが法人税法上では リース量総額は現在価値にする必要はない。また、物件取得価格には資産を事業のように供するために要する費用の額を含む。また、法人税法上では、リースの定義は上述の会計上のファイナンスリースに、ほぼ同義のもののみを指し、会計上のオペレーティングリースに当たるものについての定義はない。税法上のリースフローチャート税法上の所有権、移転リースとは、 法人税法基本通達によれば、以下に該当するものである。1. 著しく有利な価格で譲渡する条件のついている、物対応年数を基礎として、定律法により計算するものとした場合におけるその、購入時の未償却残額に相当する金額以下の条件であれば、著しく有利な価格とみなされる。2. リース対象資産が、専属使用物件の場合建物、 建物付属設備または構築物や機械装置の場合は仮的業専用に製造されたもので容易に他社が使用できないものは所有権移転リースになる。ただし以下のものについてはこの定義に含まれない。3. 識別困難なリース資産どれがリース物件でどれが自社所有物件か管理できなくなるようなものは所有権移転リースになる。例えば大量のシーツや布団。 制服など。ただし、タグ付けする通して個別に識別できれば、この定義に含まれない。4. 短期リース対応年数10年以上の物件は、対応年数0.6年、対応年数が10年未満の物件は、対応年数0.7年を下回る期間の、リースは所有権移転リースとなる。例えば対応年数10年の物件なら、リース期間は6年未満。 対応年数5年の物件なら3年未満。1契約の中に対応年数の異なる物件が複数ある。際の計算方法は、1契約中の物件対応年数がそれぞれ異なる場合を参照のこと。また、2008年の新リース会計基準適用に合わせて税制が改正される前は、仮手企業が各事業年度に支払うリース料の うち的性リース量の額を超える部分の金額を前払い費用として処理した場合には、この短期リースの条件に当てはめないとの例外規定があったが、現在この例外規定は削除されている。税法上のリース取引のうち、所有権移転リースに該当しないものを言う。税務上リースは、オフバランスオンバランスに関係なくすべて売買処理を行う。税務上リースでない賃貸借取引は、 賃貸借処理を行う。また、会計上のリース処理の部分で、リース料の内支払い利息相当額として処理した部分は、損金として認められる。所有権移転リース、編集企業が通常購入した場合と同様に、対応年数をもとに、減価償却を行い、その額を損金処理する。所有権移転外リース、編集リース会計上オンバランス処理をした場合、 資産に計上するリース資産をリース期間定額法にて減価償却を実施するが税法上この減価償却費が損金となる。またリース会計上オフバランス処理を7位対借処理をしている場合は会計上減価償却処理は発生しないが税法上は売買処理となるためリース料を減価償却費とみなして損金処理することになる。ここでは リースの商品としての種類を記述する。以下記述する。商品区分はすべてファイナンスリースもしくはオペレーティングリースのいずれかに属する。最も一般的なリース形態。リース料の総支払額には物件金額、対象物件固定資産税、動産総合保険料、リース会社の利益が含まれている。主に残価を設定することで、 フルペイアウトの条件に当てはまらないようにしてあるか、中途解約時の違約金条項がなく、ノンキャンセラブルの条件に当てはまらないようにすることで、ファイナンスリースの定義に当てはまらなくなっているリース契約。残価設定は中古市場での価値によるところが大きいため、1年や2年ごとに最新の情報機器を導入する必要性のある企業や比較的年数が経っても、 中古価値の高い工作機械等で利用される。ただ設備が企業の中核事業のように強するものであったり、残価設定が適当であると認められない場合に、監査法人によってオペレーティングリースが認められない場合もある。リース会社が借りて企業から物件を買い取り、それを借りて企業に貸すリース契約、税務上リース取引として認定されるには口述の、 通り一定の条件を満たす必要があり、資金調達目的の場合はこの条件を満たせない。そのため、資金調達目的で利用する場合は、税務上金融取引として処理される。金融取引で処理する場合には、リースメリットの恩恵は受けられないが、所有物件の残存母化から調達可能資金額を容易に想定できるため、資金調達手段の一つとして考えることができる。 正実の条件に当てはまらず、リースとして認められない場合は、税務上金融取引として取り扱うことになり、借りて企業がリース会社に物件を売却して得た金額を借入金として処理することになる。だが、リース会計上は、一定期間を定め一定の料金で、賃貸借する取引イコール、リースとされているため、会計処理は、リース会計基準に沿った処理をすることになる。このため、 会計上の原価償却はリース契約によるリース期間をもとに行うことになるが、税務上は売買がなかったものとして取り扱われるため、もともと行っていた原価償却を引き続き行ったとして処理する。クイックリースと呼ばれる。通常、新規リース審査は仮手企業決算書数期分のリース会社への提出や、リース会社によるヒアリングが必要な上、 契約の際も登記後等本、印鑑証明書の提出等多くの手順を踏む必要があるが、ベンダーリースの場合はこれらの手順を省き審査期間も1日、数日程度と短期間で済むものが多い。リース会社側が簡易審査で済ますため、リース会社にとってはリスクが高く、その分リース量が高くなる傾向がある。ベンダーリースの名の通り、設備ベンダーが窓口となる場合が多い。 リース会社と借りて企業がリース契約時にあらかじめリース満了後の買取金額を決めて契約を行うもの。借りて企業は借りていたリース物件をリース満了後に買い取ることができる。リース物件の買い取り金額は物件の残存母解以上かつ物件価格の5%以上であれば所有権移転外ファイナンスリースが認められ会計上賃退借処理が可能。 買取金額分を省いて、リース量を算出するため、月々のリース量は通常リース契約よりも安くなる。ただし、絶対に減らない、元本イコール買取価格を最後まで残すことになる、ため、金利がかかる、元本部分が通常リースの場合よりも多くなり、結果リース量の総支払額は高くなる。その名の通り、不動産をリースする商品。 リース会社が地主と事業用定期借地権契約を結び、その土地の上に借りて企業が希望する建物を建築した後リースをする方式を基本として、各社様々なスキームがあるが、いずれも事業用定期借地権を絡ませた契約となる。不動産リースは口述の通り、メリットを享受するには会計上オペレーティングリースでオフバランス処理、 かつ税務上賃対借処理とするスキームを組む必要がある。土地所有権移転条項、割安購入選択権条項がない限り、オペレーティングリースとなる。これは、土地の経済的対応年数が無限と考えられるためであり、ファイナンスリース基準である、解約不能のリース期間が、リース物件の経済的対応年数の概ね75%以上を満たすことが不可能であることによる。 オペレーティングリースのため、税務上賃貸借処理となる。建物税務上建物は所有権移転リースとなるため、通常購入した場合と同じ税務処理を行う。しかし、事業用定期借地権設定契約を結んだ土地の上に建物を建造した場合、建物の所有権移転リースの例外規定である、リース期間終了後に返却が明らかなものに該当するとされ、 所有権移転外リースとなりうる。ただ、所有権移転外リースとなっても、建物は法人税法上定立法での減価償却が認められていないため、税務上のメリットは薄い。会計上ファイナンスリースか、オペレーティングリースの判定は、動産と同じ基準で行う。オペレーティングリースの場合は、オフバランスメリットがあるが、ファイナンスリースの場合は、オンバランス処理となり、 税務上のメリットも薄いことからあまり不動産リースのメリットはない。ソフトウェアは2000年度税制改正において税法上の取扱いが栗延資産から減価償却資産へと変更されており、取り扱いについては他の減価償却資産と同様に考えることとなる。物件の専用性や識別性、リース会社への返却の証明等問題となる点が多いものの、 別途国税庁からソフトウェアリース取引にかかる税務上の取扱いに関する質疑応答にて取り扱いについて述べられておりパソコンリース等の際にソフトウェアが含まれていたとしても問題なくリースを利用することができるソフトウェアのリースは他の物件と異なりリース会社が物件販売会社から所有権を得て借りて企業がにリ,リースするという考え方ではなく 税法上ソフトウェア使用権設定契約に基づき使用権を購入し、そのソフトウェア使用権をリース契約に基づき借り手企業に再許諾する賃、貸借取引と認識され、契約書も通常のリース契約書とは異なる書面のものを利用する。また、ソフトウェアの返却は借り手企業が リースソフトウェアの使用を終了する旨を記載した書面をリース会社に対して交付することにより変換、廃棄を行い、リース会社は原則としてユーザーから受領した契約終了通知書の写しをメーカー等に送付するものと定められている。無形固定資産であるソフトウェアはリースでなく購入した場合、対応年数5年、残存価額ゼロ、定額法での減価償却を行う。 また、無形固定資産であるため、固定資産税の申告も必要ない。またソフトウェアは、奨学資産として取り扱える金額のものが多い。ことや、ソフトウェア団体のリース期間設定は、ソフトウェアの対応年数以上とされていることからも、ソフトウェア団体のリースメリット自体は少ない。車をリースする商品。詳しくは、カーリースを参照のこと。 導入予定機械の見積もり作成を依頼。機械メーカーに対し、ウィキペ商事は通常購入する場合と同じように、買った場合にいくらになるのかの見積もり作成を依頼する。リース料の算定ではなく、あくまで物件購入価格。この金額をもとにして後ほどリース会社が物件を購入することになる。この時点では、機械メーカーに対し、 リースにするのか、ウィキペ商事で購入するのかは伝える必要はない。2、リース見積もり作成を、依頼機械メーカーから入手した、物件見積り書をリース会社に提出し、希望リース期間、物件使用用途、想定使用年数等を伝え、リース会社に見積もり作成を依頼する。物件購入見積り書の段階で、機械メーカーが提携リース会社に頼んで、 リース見積もりも提出してくる場合があるが、ウィキペ商事の財務内容を知らずに作成する、リース見積もりは、リスク量が上乗せされ高額になる。普段より直接、総合リース会社と付き合いを持ち、ウィキペ商事のことを分かってくれているリース会社に、見積もり作成を依頼した方が良い。リース契約を締結リース見積書を入手し金額に、問題がなく、導入方針も購入ではなく、 リースと決定すれば、リース会社と契約を交わすことになる。リース契約書に捺印をし、日付も記入するが、この時点ではリースは開始せず、リース料の支払いもない。機械メーカーにはこの時点で、リースになった旨を伝え、納品日や細かい仕様について、打ち合わせをする。また、リース会社に物件保守能力はないため、保守契約は、ウィキペ商事と、 機械メーカー間で別途契約する必要がある。4. リース会社が機械メーカーに機械を、発注あくまで機械を買うのはリース会社。売買契約や物件代金の支払い日等の打ち合わせ等金銭的事務手続きはリース会社と機械メーカー間で取り行う。リース契約書締結前に発注を行う場合があるが、 その場合リース会社は、ウィキペ商事とのリース契約締結がなくなった場合に、機械メーカーとの売買契約を取り消す、旨の条項を発注書に記載するため、機械メーカー側は注意が必要。5. 物件納品機質の通り納品に関する打ち合わせは、購入する場合と同じように、ウィキペ商事と機械メーカーの間で行い、それに基づき納品が行われる。6. 研修後、 ウィキペ商事がリース会社に物件借り受け証を提出納品を事業のように強制と判断した時点で研修を上げ物件借り受け証に夏印しリース会社に提出することになる物件借り受け証に記入する研修日付からリース開始となりリース料支払い開始日も決定するため重要な手順7リース料を支払い機械を使用機械の点検管理は ウィキペ商事が行う。万が一故障した場合、修理はウィキペ商事の負担で行う必要があるが、故意による破損等の一定条件以外の場合であれば、保険会社から保険金を受け取ることができる。動産総合保険の内容はリース会社ごとに異なる、ため、条件の良い悪いはよく確認した方が良い。8. ウィキペ商事は、リース期間満了時に、 再リースをアリース終了をリース会社に伝える。再リースであれば、7と8を繰り返す。リース終了であれば、物件引上げの相談をリース会社とする。リース会社への返却にかかるコストは、ウィキペ商事が負担する。リース物件はリース会社の所有物のため、間違っても勝手に処分してはいけない。以上が、通常のリースの流れである。また、納品から研修までの期間は、 パソコン等のすぐに使用開始できるものは同時にできるが、生産機械等の中には、納品から研修までに時間をかけざるを得ないものもある。物件借り受け証をリース会社に提出してしまえば、リース料の支払い義務が生じ、後々になって不完全な機械であることが分かったとしても、リース料を支払い続けなければならないため、研修作業は慎重にすべきだが、この場合、 動産総合保険の適用はあくまで研修後であることから工場火災などで研修前に物件が破損、全損した場合に保険金が受け取れず、ウィキペ障子負担により多大な修理費用を支払うことになる。その点も注意し可能な限り速やかに研修作業を行うことが重要。学校法人会計におけるリースの取り扱いに関しては、 2008年9月に文部科学省高等教育局私学部参次官名で通知が出ており、その中で会計処理について示されている。内容はリース取引に関する会計基準と同じものとなっており、ファイナンスリースは基本的に売買処理オンバランス化となっている。適用は一般企業が適用された2008年4月の1年後に当たる2009年4月からである。 記述の通り、全法上所有権移転リースの判定基準の一つに短期リースというものがある。対応年数4年の物件だけの契約、対応年数10年の物件だけの契約等であれば、それぞれの対応年数を元に計算し、短期リースの判定を行えば良いが、1契約の中に、対応年数が4年のものや10年のものが混じっている場合、 そのリース契約物件全体としての対応年数を求めた後、リース期間の判定をする必要がある。具体的な計算式は以下のようになる。物件全体の対応年数イコールリース量、総額。この場合リース量総額は90万。物件の1年あたりリース量の合計は13万となるため、90万13万イコール6.9年。波数は切り捨てとなるため、 この契約の判定対応年数は6年となる。ここから短期リースの判定のために6年0.7イコール4.2年。これも、波数切り捨てとなるため、4年以上であれば短期リースと判定されないということになる。類似する言葉に、レンタルというものがある。なお、リース会計基準においては、レンタルはリース取引そのものに他ならないとされているが、 これは、一定期間を定め一定の料金で、賃貸借する取引イコール、リースと定義している、同会計基準冒頭の文章を見れば当然である。税法上は会計上オペレーティングリースに相当する、レンタルについての定義はないため、リースではなく、通常の賃貸借取引とされる。定義上は、類似した両者であるが、双方の経済的実情は全く異なる。 賃貸システムであり、混同せず理解することが必要である。いかに違いの例を挙げる。どちらも支払い方法が分割払いであり、最終的に所有権が支払い者に帰属する点など、経済実態から見ても多くの類似点があるが、取引の性格等が異なる。なお、リース取引に関する会計基準では、所有権移転ファイナンスリース取引とカップとの 類似点と相違点を示した上で、どちらの会計処理を適用するかは、取引の実態を踏まえた上で、各企業の判断に委ねるスタンスをとっている。基本的にリースにできないものはないが、不動産リースには、仮的企業の相当レベルの高い信用能力が必要であるため、一般的には消耗品を除く、動産全般と理解される。 社団法人リース事業協会正会員のみを記載。資本関係は各社ウェブサイト、有価証券報告書等にて独自に確認したもの。各社有価証券報告書及びホームページをもとに作成。オリックスは米国会計基準のため正確な比較ができないことから除外。ありがとうございます。